取得しました。じゃあ先ほどのこっちも取得しとかないと。ベッドがねあれば一番いいんだよな。とりあえずペットがあれば本当はねいいんだけどね。まあとりあえず食べ物の食べ方も分かんないとね。釣りやってかまどでバンバン作っても食べ方分かんないとさ、体力がもうやばい、半分切ったんで。そうそう食べたいとこなんですけど、どうやったら食べれるのっていうところでね。どうすんだ。たまいいんだけど、やり方しか書いてないの。なんか焼き方とかしか書いてないの。食べ方の説明は書いてないのか。ここは本当ね、何も教わってないので、ウィキの本当に全部頼ってますよ。どこに書いてあるかな。書いてないじゃないか。どうすんの。書いてあるわけないよね。いやいやいや、参ったわ。これ
あ、いいのか。わかんないわなあ、みんな。はい、初見さんいらっしゃいませ。どうも、マインクラフト。初見プレイやってます。全く無知の状態からやってますんで、ウィキをもう頼りで、やっと少しだけ慣れてきたんですけど、まだまだ、体力がね、もうやばいんですよ。あと半分切っちゃったんで、体力回復にベッドを作るのにちょっと素材が足りないかなというところで、ベッドがあればね、本当はいいんですけど、ベッドを作るのにはちょっと足りないかなっていうところですね。このウールがないんですよ。昼間出たいんですけど、なかなかね、ベッドか、あるいは今食べ物を作ってあるんで、それを食べたいんですけど、食べ方が分かんなくて、ウィキを見てる状態で、かんないっすよね。ミニクリ調子。あ、長押しなんですか。ありがとうございます。あ、すごい助かった今。え、どういうこと？ここで長押しじゃないのか。あ、違う違う、ここじゃない。アイテム持った状態で。あ、持った状態ということは、あ、こっちか。あ、違う。あ、なになに？おう。そういうアクションなんだ。そういうアクションできたんだ。そうか。ちょっと初めてね。あ、わかりました。ありがとうございます。へえ。あ、じゃあ魚あっという間だな。ちょっともっと作ろう。燃料もあるんで、ちょっと魚は作れたん、釣れるんで、バンバン。ちょっととりあえず、ハートは何でしたっけ。ハートはただ呆然といるだけでも体力を復活する気がしたんですけど、あれ、燃料使ってんのか。これ2個重ねるんで、これね、こんなアクセル。まあ、とりあえず、これだけあればいいっすよ。ハートは、体液状減ってると回復しないかな。1以上減ってると。ああ、なるほど。今どうです？あ、今大丈夫なんだ。1以上ってことは2以上。黒いのが2つになってるとダメってことね。1減ってる状態だったらまだ回復するんですね。今回復してますね。ほー、なるほど。了解です。ほー、やっとここはクリアしました。なんか多分いるんだな、そこに。焼くものを焼いちゃいますかね。邪魔なので焼くものを焼いてしまいます。卵ってなんだろうね。卵、不思議なの。卵置いてみようか。ならないね。
ならないんだ。わかった。卵はよくわからないんだけど。とりあえず、今焼き上がったのはちょっと取っときます。魚を釣れるんで便利ですね。うん。魚は便利です。釣竿は？あ、なくなったのか。あ、あるね。まだある。そう、あと、の木炭も、もっと、あと、ウールあと1個あればいいんですよ。ベッドを作るには。ちょっと、あ。骨、何でも取っとこう。最初は食料確保が大変だね。そうですね。そうです、そうです。食料確保は今のところ魚釣り、まあ、が簡単かなと。うん。なんか、大変なんですよね。狩りに行くと。あ、なんてこと。ほら、ちょっと、ペイントやめなさい。暴れんな、ほら。こんなんで戦ってからいけない。ほら。今、探検に切り替えたぞ、今。ああ、もう、あ、来んなやー、こんなとこに。あ、泣いちゃった。多分、夜から潜んでた敵ですね。ああ、まあ、石取れたけどさ。え、若干色が違うものが出てきた。なんだ？砂利か？ああ、なんだよ、せっかく。あ、こういう場合はこれにして埋めちゃいます。ちょっと上がれなくなったな。なんか崩して上がるか。くそー、やられたよ。なんだっけ。まあいいや、なんかいらないの取って埋めて。これ砂利だろうね、多分。どっち、こっち。ああ、間違えた。あ、なんか塊になるんだね、これ。あれ、あ、ひどいことになってるし。どこだったんだっけ、入り口。もう沈んじゃったよ。ちょっとひどいよ。ちょっと、入り口。ああ、随分床が沈んだな。こんなとこで爆発させるなんて。あ、全部コンクリだからいっか。埋めちゃいます。ひでえな。どこだったっけ。あれ、あ、そこか。
落ちたら嫌なんで。もう変わっちまったよ。上がれなくなった？もしかして、上がれる？なんか、日没になりそうじゃん。ちょっとねえけどなりましたね。なんだっけ、何しようとしたか忘れちゃいましたよ。日没になりそうだし、しかも。なんだっけ、もう遅いわ。もう羊狩りはちょっと遅いわ。フィッシングでもしますか、ちょっと。やべ、もう夜じゃん。戻んないと。あれ、どっちだっけ。もう分かりにくくなっちゃった。なんか降りにくいし、崩れたね。ちょっと中入って避難します。これなんだろうね。なんか拾いました。あれ？燃料。入ってきました。夜はね、危険なので、あまり外で歩かないようにしてます。たかが10分じゃないっけ、昼が10分、夜が5分だっけ。なんかそんな感じですよね。松明ね、こっちにも設置してもいいんですけど。これってやばくないですか？これ壊しちゃおうか。あれ、やばい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 。無理か。無理。どうなっちゃった？大丈夫だ。なんとか回収してまた設置したら火事なくなりました。回収して、今火出てたんで回収して、すぐ設置したら火が消えました。はい、なんとかなりました。じゃあ松明を1本だけですね、ちょっと設置に行きたいと思います。これじゃまずいんだ。ここに、いいのか。はい、まだ慣れないな、キーボード。ここに設置。このままでも大丈夫だよ。本当？大丈夫だったのか。火事って放置してたら大丈夫なんだ。ここをね、ちょっと石炭を取りたいんで。
石炭というか木炭。取れない。まずいな。ここも。これどんどん凝ってるけど、穴埋めしないとまずいね。向こう行けないか。あ、まずい。これ以上行きたいけど行けないな。上はまずいしな。うん、もう一個。なんか敵が察知してきてるね。こっちに寄ってきてますね。何で叩いてんの？これ違うのか？あれ？なんか間違えてる？あ、間違えてるね。こっちだった。これは回収。はい。これが穴の。ボン。ボンと。まあ、木炭、取りたかったんで、木炭目的で、掘りました。まあ、どうせ、土はね、いっぱいあるんで、土で元に戻すという。こういうとこ台使えるんですかね。まあわかんないですけど、使えないか。そこまで細かい。もう向こうの方も結構、あ、壊れたな。あ、はい、あれ、あ、塊が血だな。あ、やばいやばい、そうそうやばいか。塊が血だぞ。なんだ、なんか危険を察知してるから。なんだっけ、これ、こうするとセーブってできた。セーブ、あ、セーブからタイトルに行っちゃうのか。ん？開いて、こういうものを閉まってたね。しまってるわね。そして、これってセーブってした後戻ってこれんのかな。すぐ枠取りに行きますね。まだあと4分あるから。夜で、あ、昼間か、今。こう、オプションからセーブってできないでしょ？だから、
タイトル言っといて、シングル、これ選んで、プレイ。あ、出てきた。よかった。あ、昼間になったのか。じゃあ、羊狩りしながら、あ、でも、ちょっと、あれ持ってきます。これ。これを持っていこう。なんかいるな、絶対。行ってまいこう。上がれないな、すぐ。ああ、もう。どこ、どこ。ああ、何、また？またかよ。しかもやばいし、あ、体力が大丈夫か。あ、どんどんやばいな、ここ。あ、もっと埋めよう。どんどん埋めます。回収してから埋めた方がいいよね。せっかくの素材を。穴、ここを埋めます。穴ぼこ埋めて一日終わりそうだな。クリーム色の、何ですかね、これ。こっちがこうでしょ。うまいことを作らないと。壁高くなってきたから、まずいね。まずいまずい。これまずいよ。登りやすくしておかないとまずいね。うん、壁だらけになっちゃうな。ちょっと。段作って登りやすくしとかないとまずいね。なんかお城みたいに。